シャトルラン大喜利。よいしょー。どうした、ハルキと、どうせと、モッチです。というわけで今回は、はい、外ロケでございます。よっしゃ、久しぶり。シャトルラン大喜利ということで、はい、まあ飛沫には十分に注意して発表していきましょう。はい、そうですね。ルールは単純明快です、はい、シャトルランをしてる最中に大喜利の回答を考えてここで発表するっていう。 It's a simple。 どうしたどうしたで、10回に1回回答しましょう。はい、はい、ルールは以上です。はい、はい、まあ、レイにここに立ってもらって、はい、お題をその11のタイミングでもらいましょう、うん、回答した次のターンのタイミングでもらいましょう。はい、了解です。了解です。はい、というわけで今回はシャトルランを受けてやっていきましょう。はい、というわけで、はい、はい、さっきちょっとねひどかったんで、はい、ルール改定しまして、はい、まず距離をシャトルラン大喜利用に設定しました。はい、約 10m です。はい、で短い10の旅に一回止まってお題を言ってもらって出しましょう。はい、出しましょう。はい、じゃあお願いします。はい、いきます。よーい、5秒前。ああ、3、2、1。スタート。余裕なんや。やるってこれはやばい。エルゲーすぎる。エルゲーになっちゃって。はい、じゃあお題、はい、7G の機能とは。出たよ、そういうの。 7G って何？今は 4G だけど。2ないよ。え、待って待って、歩いてない。待って待って、歩いてないね。何してんの。最初はこんなもんや。おい、はい、じゃあ、はるき、7G の機能とは。7チキが5個無料。おほほ、5個ね。そう、 G だから G の5個。はい、乗せ、7G の機能とは。ドラえもんの、伝説の感動会、さよならドラえもんを1秒で5回視聴か。いやー、おもろい。さあ、だめだめ。もち、7G の機能とは。台風を起こせる。おー、うっ、ねえ、お前らおもろいな。ちょっとスタート。はい、次、赤ちゃんはどうやったらできる。うわいないよ。おお、はい、ストップ。じゃあ行きます。じゃあ、もちから。はい、赤ちゃんはどうしたらできる。赤ちゃんはね、昔の iPhone5 のイヤホンジャックから出るんだよ。まあ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 ね。さっきのなんて 7G のプラントかもしれない。次ですよ。赤ちゃんはどうやったらできる。お父さんとお母さんがチューしたらできるって言ってたけど、あながち間違いじゃないかも。じゃあ、はるき、赤ちゃんはどうしたらできる。たっくん、赤ちゃんはね、大人が理性を失ったらできるんだよ。おお、うまい。うまいな。捉えてる、ちゃんとシーンよ。はい、スタート。20。やばい、疲れた。ちょっと距離伸ばしてもいい。21。いやいやいや、まだまだまだ。はい、じゃあ行きます。めちゃめちゃかっこいい男の、恐るべき短所とは。はい、来たー。もんか。はい、早いの。はいはいはい、急に早い。大丈夫、大丈夫。はい、行きます。ロスから。はい、かっこいい男子の恐るべき短所とは。シンプルヘビ入っちゃう。それは短所すぎる。大物はない。もち、はい、かっこいい男子の恐るべき短所とは。ちょっとピアス開けただけで生きる。いやー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 そう、やばい、全然出ない。はるき、いける。いけます。はるき、かっこいい男子の恐るべき短所とは。裁縫セットがこの
ドラゴンが書いてあるマーク。うわあ大抵そう。魔法セット。大抵そうだ。僕違いましたから。違うんだ。僕なんかピクトグラムのやつでしたから。シャレんな。スタート。やばい。やばい。はい、お題、総理大臣がやってみたい贅沢とは。はいはいはい、あ、やばい、ってください。はい、はるき、総理大臣がやってみたい贅沢とは。仕事終わりの帰り道のコンビニで高めのアイスを買う贅沢。おー、総理大臣なのに。だからこそ。確かに。こういうことで贅沢を感じられなかったしまった人間だからこそ、こいつとか味わいたいんです。乗せ。総理大臣がやってみたい贅沢とは。酒飲みながらフォトナ。まあまあまあ。すいません。やってみたい。もち。総理大臣がやってみたい贅沢とは。全国民を集めたクラブパーリー。これは好き。スタート。はい、お題いきます、はい、マイナンバーカードの意外な使い方とは。はいはいはい、もうすぐ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 、はいはいはい、マイナンバーカードの意外な使い方とは。はるき、12桁のトランプ。マイナンバーカードの意外な使い方とは。円周率ちょっとわかる。あー確かになってんのか、バレるやん、はい、マイナンバーカードの意外な使い方とは。あの1億人に1人は下6桁から下6桁が6。はい、次行こう次行こう次行こう。あー、スタート。今ちょっと良かったのに回答としてるぜ。あー、待って待って、やばいやばいやばい。はい、お題、名探偵コナンのパチモン、名探偵コナンについて教えてください。暗い。じゃあもち、名探偵コナンのパチモン、名探偵コナンについて教えてください。あの人物紹介の時に後ろにカッコハテナが大体ついてる。マジチンポや。時間ないんだね。時間がひどいな。はい、乗せ、名探偵コナンのパチモン、名探偵コナンについて教えてください。めぐれ警部めっちゃ退職臭い。だんだんレベルが下がってる。はるき、名探偵コナンのパチモン、名探偵コナンについて教えてください。コナンの住んでる地域が三重の壁に覆われていて、ある日突然超大型巨人が現れる世界。よく考えれる。中国やん。はい、スタート。やばい。はい、こんなプロポーズは嫌だ。ダメだ、できた、ダメだ、やばい。はい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 、ストップ、はい、最悪だ。いくよいくよいくよ。はるき、こんなプロポーズは嫌だ。結婚指輪がモデできてる。きつい。次、もっち、はい、こんなプロポーズは嫌だ。お前もっと前、僕は女の子に言うセリフを考えました、僕たちもピーナッツのように2つで1つだね。おもろい、おもろい、ピーナッツというチョイス。はい、じゃあ乗せ、こんなプロポーズは嫌だ。もう僕は死にません。ひどいな。そうだ、ごめんなさい。スタート。お題くれよ、お題ください。じゃあ次次。スパート。はい、行きます。お題、遅刻した時の上司への謝罪を考えてください。やばい。はい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 。もう下げ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 。はい、行きよ行きよ。はいはいはい。はるき、上司への謝罪をしてください。ごめんご。ごめんご。はい、こっち、上司への謝罪をしてください。あの島流しに会いました。謝罪。
すいません、上司へ謝罪をしてください。時間なんて嘘です。早い、早すぎる。どうした？コウモリがいる。どういう？ズルしてるみたい。え、何え、何してんの？お題、2階から目移りみたいなこと言ってください。これでお願いします。はい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 、やば、時間なさすぎ。書いたすごい、何も見えない。できます。じゃあもっちから。もうやった。2階から目薬みたいなことを言ってください。ナイジェリアからボビー。はい、乗せ。2階から目薬みたいなことを言ってください。ちょっと待ってくれ。え、なんて書いてある。お前、このシャドルランの間にお前、何これ。言語変えただろ。何これ、何て書いてんの。魔界からコマネチ。おもろ。これでおもろいな。例えば俺も行けるわ。やはり2階から目薬みたいなことを言ってください。視界からムクドリ。なぜ。もうインフもと思ったんだけど、あの、いや目薬がなかった。暗すぎる。もうちょ、どうする。ちょっと120までにしよう。120までで、120まで走って出そう。120まで走り続ける。うん、オッケー。じゃあいくよ。120やばい。はい、スタート。はい、行きます。お題、はい、指切り幻満、嘘ついたらどうなる。はい、ストップ。持ちから。まあいいや。はい、じゃあ持ち。はい、指切り幻満、嘘ついたらどうなる。指切り幻満、嘘ついたらアキレス腱伸ばす。いい、おもろい。120にしては最高。じゃあ次、乗せ。はい、指切り幻満、嘘ついたらどうなる。指切り幻満、嘘ついたら道路3トンのます。言いたくなるな。言いたい。道路3トンはいい、なんかそこが。じゃあ歩き。指切り幻満、嘘ついたらどうなる。指切り幻満、嘘ついたら針千本のおかず。なんだこれ。ハリセンボンのお二人です、これ。おかず。あ、そういうこと。はい、エロいねって言ってます。そういうよく書け。あ、そこに書いて。そう、稼いで。はるか、はるかの方をガー書いて、はるなはあのね、走りながら書ける。うまくね。うまい。普通にわかるもん、誰か誰か。わかんねえよ、はるな。はるな、わかるだろ。ギリジジイみたいな。いや、まあ、あれお前。